こんにちは。こんにちは。メタハ TV です。はい。今日はですね、足の関節の捻挫を過去に起こした方や、足首に不安定感をある方に対して、こういったキネシオテープを使って簡単なテーピングを紹介したいと思います。それでは実際にテーピングを巻いてみましょう。はい、ではそしたら、今から、バランスの違いっていうのを見てもらいます。そしたら片足立ちになって、はい、で膝を曲げます。この感じね。で今度反対側、どっちが不安ですか？不安か。右の方が不安。右です。そしたら今からこのテープを貼っていきます。で足首にこうやってテープを巻いてあげるだけです。よし、OK。これでもう一回片足立ちになって、で膝曲げます。さっきと比べるとどうですか？軽い。安定感がある。はい、まあ、こんな感じで、まあ、テープ1本だけでも安定感が出るですね。はい。じゃあ、こんな感じでですね、まあ、テーピングは至ってシンプル。なんですね。でテーピングを、まあ、足首にくるっと1本巻いてあげるだけでも、まあ、安定感が変わるということで、実際ですね、まあ、運動する前にバランスに不安がある方、足首に不安がある方は実際にこのテーピングをやってみてはいかがでしょうか。はい、今日はこんな感じで終わっていきますが、はい、何か岡田先生一言お願いします。まあ、今日はこのテーピング1種類だけだったんですけど、また別の機会に他のテーピングの巻き方もご紹介したいと思います。それではまた来週。バイバイ。